はい、こんにちは。今日から俺は YouTuber 最終部の鈴木健一郎です。今日はですね、ね、ミット打ちをちょっとやってみたいと思います。はい、構えて。ちょっと気になったとこあんねんけど、こっちは向いて。はい、行くで。はい、ボディ。はい。おー、いいなぁ。休んでてもやっぱ、はい、OK です。この時なんですけど、これよくあるんですよね。ひねってるけど、こっち側の手もこう、一緒にひねって、顔がや、ガラキになって、こっからドンって振る人がいんねんけど、これやっぱこう、本番やと正直、あまり意味がないんで、ないのと無理やりひねってるんで、やっぱバランスを崩しやすいんですね。なんでちょっとこういう人にちょっと意識してほしいのが、腕を引く、で引いた反動で勝手に肩が回る。そうなんで手はこのままです。でやっても膝の上ぐらい。もう一回いくで、構えて。見てずらさんときな。はい、ひねって。そう、腕を引いた勢いで膝の上に。そう。こうじゃ勝手にこの上に頭が来て、これが理想的なポジションね。ふうから。おー、いいポジション。いいね。はい。そう。めちゃくちゃうまい。引いて、そう。そう。引いて、ストップ。そう。で、フック。そう。パンチを引き出す。そう。引いて。はい。当てて。そう。こっから。最高。まずこれで。無理やりこういうことするんじゃなくて、腕を引いて、自然に左膝の上に頭が来るんですよ。ここにまず引く感じを覚えて、そこからガード上げて、はい、やった方がスムーズになると思います。じゃあこれつなげてみますんで、ジャブ引いてボディ、そう、引くだけね。ひねるっていう意味じゃなくて、引くで、引いて膝の上に頭乗せる。はい、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 うまい。そう、フックね。はい、はい、フック最高やな。はい、はい、はい、おー、いいね。少女が見てるで、ちょっと。はい、頑張れ。はい、はい、フック。はい、はい、そう、フックめちゃくちゃいいな。素晴らしい。はい、7の、こうならないように。ね、しっかりする、ね、まずはこれで引きを覚えて、そこからガードつけたままできるようにちょっと練習してみましょうか。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。今日は左ボディの打ち方をやってみたいと思います。で左ボディなんですけど、この肋骨の付け根にいろんな急所が固まってるんで、ね、溝を打ったり、ね、肝臓を打ったりするんですけども、今日はこの肝臓レバーブローっていう打ち方をちょっとやってみたいと思います。打ち方なんですけども、このまま足をひねって左膝の上に頭を乗せる。で乗せて、そのまま後ろ足を開く力で、後ろ足を開くと骨盤が回りますんで、骨盤を回しながら骨盤を回して開く力で、で、この時によくあるのが、ここまで開く人とかいるんですけど、そうすると、カウンターです。結構カウンターをもらうと倒れやすくなりますんで、しっかりお腹をへこまして、ひねって前に体重を乗せてみて、で、この時にもうどれくらい乗せるかって言ったら、後ろ足をこう上げて、左足一本で立てるぐらい、これぐらい体重を前に乗してみてください。で、次はちょっと温めて、まあ、狙う場所なんですけど、肘のね、ちょうど肘の下あたりを狙います。で、ガードカッチリこう固めてる人でしたら、肝臓って結構大きい臓器ですんで、で、ここも肝臓やったら、ここも肝臓ですんで、このまま外から、で、これも結構効きます。あと、ワンツーボディやったかな。はい、構えて、ワンツーボディいきます。こっから、
でボディ打とうとすると、あちょっとこれ微妙に遠いんですよね。でこんなシーンでしたらこのまま同じ打ち方で顔面に打つと結構入りやすいです。ボディと同じ打ち方で距離が遠い場合は上に打ってやる、結構入りやすいんで、これも試してみてください。あとはでですね、もうどうしてもワンツー打った後ボディ打ちたい、そういう人はワンツーもう一遍ショートで打ってからボディとか、ね、こういうコンビネーションにつなげてもらうといいと思います。であとなんですけど、あの接近戦で、でこの時に前に乗せた力を後ろに返してフックっていうコンビネーションがあるんですけど、まあ均衡した場合でしたら、このフック打った時に結構隙ができやすいんで、もう同じような力で接近戦しているような場合でしたら、このまま顔面アッパーに、ボディの後顔面アッパーにつなげてやった方が均衡を破りやすいです。ちょうどこれがガードになりますんで、相手も打ってくる、でこのままストレートっていう感じ、もう常に前に体重を乗せていくっていうことは大切やと思いますんで、ね、あと何かあったかな、何かあったかな、何か言ったような気がするぞ、何か言ったような気がするぞ、何か言ってんけど思い出すんだ。あ、そうそう、で人によってはボディ打つときに前足をね、こう回す人がいるんですけど、これまあ強く出るんですけど、これやってしまうと次の返しが打ちにくくなりますんで、僕は前に体重を乗せた方が打ちやすいと思います。であとひねるとき、ね、ひねってるつもりがパンチビビってこう横に倒れてる人も結構いますんで、もうここちょっと怖がらずしっかり顎を引いて、ね、膝の上に頭を乗せるように、ね、こうならない、こっちよりこっち行くとパンチ打てないんで、しっかり膝の上に頭を乗せて、そこから前足に体重を乗せたまま、こんな打ち方で試してみてください。そんなわけで今やった左ボディの打ち方を柴原翔が来週のスパーで左ボディしか打たんと買ってくるみたいなんで、その動画あげますんで、こうも期待、僕動かしてるんで楽しみにしてください。